プラザ合意からこうお金の世界になっちゃった。でそれでバブルが、ね発生して、これもお金の世界になっちゃった。でバブルの崩壊が進んだことによって、今度は資産デフレが起きちゃった。でそこで、結果的に、潰れる会社も増えてきて不景気になっちゃった。でこれも結果的にお金の事情でそうなっちゃったわけだよね。資本主義社会ってこれでいいのかなって思うようになるよね。だから今はこう35年間給料が上がらなくて、ただ円高になって、いわゆるその海外物資もそんなに、ね、高くなかったから、なんとなく生活ができちゃうから、それで我慢しちゃったって話なんですよ。で本来であればここでね、要するに円高があってさ、で、ね、日本の国内の国民は、ね、恩恵を受けられたはずなのに、輸出企業の会社ばかりが恩恵を、ね、その利益が生まれないからって言って円安誘導したわけだよね。でその円安誘導した理由っていうのは、いわゆるさ、このね、内部留保を増やすために法人税を下げ続けたんですよ。で法人税下げるとどうなります？景気良くなると思うわけないじゃん。法人税が高いから、ねね、あの利益についてはじゃあなんかさ、ね、税金払うんだったらよ、ねね社員を外国旅行連れてってやろうぜとかさ、そういう話になるわけだよね。であとから宴会やっちゃえとかさ、なんか、ね、その消費に結びつくわけだよね、あの法人税が高いと。だけど法人税下げちゃったから、あ別にさ内部留保増やせばいいじゃんってなっちゃったわけじゃん。だから企業がジャブジャブに内部留保増えてるよね。でかたやこちら側は消費税がね、はい 3%、5%、8%、10% どんどん上がる一方ですよ。ってことは今度国民が可処分所得がどんどん下がると一緒ですよ。だって買えば買うだけ税金払わなきゃいけないんだから、っていうことで、景気はね停滞させられたっていうことですよ。でつまりね、政策的に、まあ、僕は意図的にそういうふうに日本っていう国がね、要するにどんどんその文化を吸い取られる。それはね何かっていうと、やっぱり、世界から見た日本の文化というのは、ちょっと普通じゃないんですよ、うん、要するに今だってね、その、うん、税金が上がったからといって、ね、その暴動が起きるわけでもないし、おとなしい国民だよね。でかつね、その、まあ、製造業においてはさ、ね、その給料なんか別に上がらなくてもね生活できるからって、コストダウン その人件費の、ね抑圧に耐えてき、ちゃったわけだよね。だけどさ、それって昔のビジネスモデルだったら、ね退職金が出て、で年金が出て、で、ね要するに60年勤めるとね、昔は55年だからね、55年で定年退職じゃないですか。でそれが60歳になって、定年退職を迎えると、本当ご苦労様でしたってね、家族がお父さんに言って、うん、俺も頑張ったなっつって、それから年金でね、まあ細々となんとなくこう、ね、生活が送れるようになってたんですよ。今違うじゃないですか、ね、どうなってるのっつうと、ね、いやもうね、残業カット、ね、サラリーマンの、ね、増収をカットで、働き時間を短縮にする、ね、国民を豊かにするどころか、要するに休みの日はねぼーっとして家にいるから、家族からはね、もうお父さんそんなダラダラしてないのよとか言われちゃってね、でじゃあ外に行くかっていうとお金もないしねっていう、で旅行も行けないしねっていうところになってきて、で家族関係はうまくいかなくなる、離婚者もどんどん増えてくるっていうような過程になってきていて、でさらに今度ね、本業に力、ね、入れればいいものを、要するに、所得がないならね、いわゆるなんか副業しなさいみたいなさ、もうトンチンカンの政策やってね、で副業を やろうと思ったら、ね、変なあのなんか、商材買わされて失敗しちゃったとかさ、詐欺にかかっちゃったとかさ、もうそういうなんか豊かさを求めるために、ねそのね差しされる人たちが増えちゃったわけだろう。まあこれはねちょっと、そろそろ考えなきゃいけないよねっていうことなんですよ。で今はどうなってるかというと、はい、年金はほとんど使えない、ね、いくらも出ない、さらにインフレが
ね、とてつもない、ね、上昇で、これ今後ね下がるあのこともないわけじゃないですか。なんかねそういうところで考えたらやっぱ自己防衛策ってものをやっぱり持つべきだろうな。僕は若い時から、まあ、結局不動産投資始めてね、で今に至るわけだけども、やっぱりさ、これがなかったら今の人生変わってると思うよ。だからそういう面ではね、まあ、非常にあのいい仕組みなんだけど、まあ、政府としてはそんなね内需のさ投資なんていうものをね、特に中古の物件なんてね買って、運用してるようだと要するに新しい建築も生まれないよねってなると、国民のその、まあ、国民とか国から見たらね要するにあんまりお勧めできないような話じゃない。でまたねそのあんまり世間に知らないさその官僚の人たちはねそのまあこの間のねかぼちゃの馬車とかさ、まあ、そういうなんとかな、こうドマイナーというか、要するにこうネガティブなね情報をガンガン流しているのを聞いているから、なんかそんなことを推進できないみたいになっちゃうわけじゃんっていうふうに、なんかさこう歯車が合わない感じになってるよね。だそういう面でいくとやっぱりね、今後のこのね、まあ、金融機関も含めてだよ、要するに、仕組みを変えないと自分たちの首をどん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 締めていく形になる。じゃあこれ締めてんの誰だろうっていうこちゃ締めてんの誰よねえ、分かるよね、これあんまり言っちゃいけないんだよ締めてるやつがいるわけだよ、っていうように、日本の国民というのは、まあ、本当に、ね、その金融政策の中でね、奴隷化が進んでるようにしか思えないよね。だからそこはやっぱりねその、自ら解放運動のような感じでねもうだって誰も守ってくれないんだから、やっぱ自分でね考えて行動するしかないなと思いますね。ということで、あまた今度の、ね、うちの企画の方から言われてるんですけど、ね、今度の、25日ね、いわゆる日本当社のね CF ネッツグループの会社説明会があるのでね、ぜひその若い人たちね、この将来をこの悲観するんじゃなくてね、将来に希望が持てる仕組みを僕たちはね作ってるわけだしあ、ごめんなさいね、そこに要するに一緒にね、なって、いわゆる社会を変えようっていうね気概のある人はぜひね、CF ネッツのこの会社説明会に来ていただいて、で我々がどういうことをやってるかっていうのはインターンシップでわかるからね。だから別に来年の新卒じゃなくても要するにもう大学1年生でもいいからね、早めに来てでインターンシップ受けて、でインターンシップだってアルバイトだよね、ちゃんと最低時給払うからねどうせ最低時給もらうんだったらさ、ね、その、将来に向けての投資になるようなアルバイトした方がいいんじゃないかなと思うんだよね。ということで、ぜひそちらの方も参加してもらえばいいんじゃないかなと思います。ね、詳しくはCF ネッツのホームページをご覧になっていただきたいと思います。ということで、またこのまだまだいろいろあるんだよ、いろんな情報がね。でこれについてはまた細かくね、説明をしていきたいと思います。あ、やばい、今日30分超えちゃったね、すいません。またなるべく20分以内に収めるとしてるんだけどさ、なかなか20分で収まらないんで、ぜひ今後ねこれに懲りずに、ご視聴いただいて、チャンネル登録してない方はねぜひチャンネル登録していただいて、またコメントをですね入れていただくと助かります。それではまた。